こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオはマンスリーチャレンジです。マンスリーチャレンジは毎月私が違うテクニックで絵を描くチャレンジです。で今日はペンとインクと水彩絵の具でこのイラストレーションボードに絵を描いてみようと思います。では早速絵を描いていきましょう。今急に速くなっていますけど、書くのが急に速くなったんじゃなくて、今は10倍速のスピードでご覧いただいております。さあ、猫が来たのでちょっと倍速を止めました。普通のスピードです。これがなんかインクとか絵の具が乾いてなくても平気で踏んづけるんですよね。でもそんなこと気にしていたら猫と一緒に絵を描くことはできません。さっきから手で猫をブロックしているのにお気づきでしょうか。そうしないとね、インクが猫の毛で台無しにされちゃうんですよね。もう結構台無しになってるんですけど、まあ細かいことは気にしないですね。なんかインクがビーってね、ずれちゃったりとか、猫の毛でピシュってね、にじんじゃったりとかしてる部分結構あるんですけど、そういうところはまた色を足して違う形にしてしまえばいいわけですね。猫が絵の上に乗っかっても描き続けます。今この鳥の頭を猫がビーってやってインクがビーってなったんで黒く塗りつぶして、猫が座ったおかげで新しいアイデアがじゃんじゃん湧いてきますね。見ました、今踏んづけて、そんなことしょっちゅう、今日も何回踏まれたことか。今度は尻尾ですか。はい、サインをしたら出来上がりですね。とりあえずインク画が終わりました。でこれから水彩絵の具で色を塗っていきますが、ちょっとこれを乾かします。絵を描くときは必ずバケツの水を飲みに来ます。はい、ここからまた10倍速でご覧いただいております。
今塗っているのはニュートリアという動物です。食用のネズミでとっても美味しいそうですが、すごい可愛いですね。この辺のでっかいのもニュートリアです。この目を塗っているのはニュートリアではないんですけど、もしこれがニュートリアだよって思いたい方は全然そう思っていただいても結構です。はい、これで水彩絵の具も塗り終わりました。はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっと画材の話をしたいと思うんですが、ペンはカリグラフィーペンって言って、なんかこういうペンで取り外しができます。でこのペンの好きなところは、ここの先っぽの部分がちょっと太い線が描けるんですけど、ここがちょっと滑らかで、こうやって書いてる時に紙を削っちゃ、なんかずっと書いてると紙削っちゃったりする時がたまにあるんですけど、そういうことが少なくて、こういうのがついてるのでインクが結構ずっとここにインクが溜まってて、結構書くのにインクにちょんってつけないでも結構ずっと書けるんで気に入っています。こんな感じで、ただ手入れがちょっと外したりしてめんどくさいんですけど、そのぐらいのことはやります。あと筆なんですけど、今日は2本使いました。この筆なんですけど、これはアクリル絵の具用の筆です。でちょっと水彩用の筆っていうのは持ってるんですけど、小学校とか中学校の時に買った筆で、なんか柔らかいですね。たまに使ったりするんですけど、なんか別に、なんか私の場合アクリル絵の具用の筆で水彩使っちゃって別になんか違和感ないんで、アクリル絵の具用の筆を使っています。で色も多色で、水彩絵の具ってそんなに使わないので、これはちょっと何年も前に買ったホルベインの48色のセットみたいのをずっと使ってます。パレットは別になんか普通のやつで、これは100均で買ったパレットで、もうあんまりこだわってないです。でインクも本当こだわりないんですけど、今回はドクターマーティンズっていうメーカーのものを使いました。本当インクのメーカーは全然こだわらないんで何でも良いんですけど、というわけでマンスリーチャレンジでした。今日も楽しく絵を描かせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。